スマホに、センサーをつけます。で、私はまず車に乗る前、例えば家の中で。顔認識がされたところです。で、このように両方とも OK になります。で今オートズームが働いてます。今現実に使われているものはプロフェッショナルユースで、事務室にも据え置きというようなものです。私どもはやはりいろんなユース、探したいということで、我々のこだわりはこういったポータブル型でございます。で、最終的にはもう誰しもが持っているスマホの中に組み込んでいきたいと。